頼むわ。いや違う、自分はカウントだけ欲しいんだよ。あの5秒前よ、急だし、フォーチュンクッキー、急だし。いや違う、いやいや、そういうことじゃなくて、もう流れてんの。はいはいはい、はい、5秒前。増えてんじゃねえか。面白くない。あー、ミカゾ特別企画、ヘビーメタルライブのすごい人たちが来たすごいことですよこれは。テンション高いですね。高いですよ。いやすごいことでしょ。ちゃんと名刺交換しましたか。すごいでしょ。もうだって事務所で名刺交換してお世話になっておりますっていうとこからの スタートですから。さっきじゃサンザー俺会ったことあるな。音劇の時にもらったっちゅう。サンザー会ってんだろ。そうだね、会ったんだね。分かってないんですよ。いやあの意外と適当なんですよね。まあ、ね、大体俺覚えられないんだなみたいな。ごめん、あのガチ話すると、なんか1年間ぐらい俺記憶が飛んでんだよね。なんか自分のその心の病をね。いやそう、その心の病系っていうかね、心の病をね、なんかそうやって。いやいや、しょうがないんですよ。持ち出すのやめてもらっていいですか。じゃあでも、もう僕から言うのもあれですけど、池田先生からこう自己紹介、はい、自己紹介っていうかこう紹介的な、まあまあまあ、紹介と、あそうでも紹介です。まあいいですよ。はい、元エンタブレイン。違う。嘘嘘。まあとりあえず司会進行ルパン小島。はい、ルパン。どうす。じゃあヘビーメタルでベーシスト、ライデン2バイパーフェーズ1ライデン3ライデン4の作曲者佐藤剛。はい、いやーかっこいい。いいね。そしてそして隣に控えるサイバリア、ザンファイン、ブチブチポークの360番。まあ、とりあえず、作曲者、サクセス在籍、ワシ303、あとあれかドドンパチマキシマもそうですね。あなたもちゃんと自己紹介しよう。いや僕はじゃあのヘビーメタルレデンというバンドでギターを弾いてる池田ミノロクです。いやなるほどね。はい、よろしくお願いします。こういうことってあるの？いやないです。こういうことってどういうこと？要はこういうことで、この3人が揃うことみたいな。いやライブ以外あんまないですね。そういうことだね。あいつないですね。結構ね僕たちって仲良さそうで仲良くないわけじゃないですけど揃わないですよ。俺の代わりにそのヘビーメタルライデンのこう誰かいなきゃいけないんじゃないの？それは今日は来ない。ドラムとキーボーはちょっと今日は忙しいということで。ドラムとキーボーをちょっと言ってくださいよ。キーボードがサクセスの和さんの部下ですね。カズシ鶴久保。カズシ鶴久保。今彼女募集中。彼女募集中。そうですね。何歳？何歳？今34だねあいつね。あ若いんだよ、ね、意外と。吉川君より若いんだよ。吉川君って誰だよ楽しみなんですか。なんかいや何なのやっぱバンドやっててもモテないの？男には男で、あれですね、あのドラムがあの CC レモン川瀬といって、あれ、ゴーさんのつながりですか？僕のつながり、紹介していただいた、すごいです。ヘビーメタルライダーあと2人いるんだね。5人編成だから、ね、だから、ね、まあ今日はあのサオ系、まあ、あの弦楽器、サオ系3人。なるほど、なるほど。今さ、このハマイクに言わなかったけどさ、あの、見てる人、あの僕はヘビーメンタルラディンじゃないですからね。あと2人すごい人がいるんですよ。いやそんなすごいね人たちね。5人ですよ。5人編成の3人が今日は珍しく、ああヘビーメンタルライデンの 5、はい、あの5人のうちの3人が揃った。サンバルカンだね今日はね。サンバルカン、うん、今日はサンバルカン。もしも太陽がなかったら今日はサンバルカンだよ。何色だろうね。はい、そんな話でそのいろいろ幅広い話を聞きたいなと思って。幅広い話。俺は黄色がいいね。黄色。バルパーさん。カレーばっか食ってる芸人。バルパーさん。カレーばっか。小林亜生の息子ですね。よく知ってんねお前。雑。よく知った。ミノロックは結構雑学王なんだよな。いやいやいや。別にどうでもいいんですけど。いやもう今日はそうですよ。八丁が入るのがいいんだって。八丁が入った方がこのユースト放送のならではっていうのはこういうことだから。八丁が入っちゃうみたいなね。
ハッチョが入っちゃって、もう画面いっぱいにハッチョが映っちゃってんだよ。もうタオルで。タオルね。今日はいつもタオルをね頭に巻いて、うん、でもねあのあれなんですよ、とにかくヘビーメタルライデン、まあ皆さんご存知、もうこの放送を見てる人はそうだねご存知かもしれないけど、まあまあ、よく訓練されてると思うんですけど、まあ今日はだからミカドのねユースト放送のまあ一応裏っていうところで、でまあ、はい、池田さんがね、池田さんとか言わないでください。いやもう僕にとっては池田さんですよ。何言ってんすか、ミノロック小島さん、何言ってんすか。松屋で牛丼食ってたじゃないですか。もう松屋で牛丼、僕地元が一緒なんですよ。そうなんですよ。これ本当に変な偶然で気持ち悪いぐらい。俺の息子と同じ小学校卒業してんだよ、ね、マジで。そうなんですよ。やばい。そうなんですよ。もうこの前本当にたまたま偶然で、あのミノロックからフェイスブックに、お前松屋でね牛丼食ってた、牛丼食ってんじゃねえよっていうのが入って俺のかみさんが割とルパン小島のファンなんですよ。ああそう、割とルパンが好き で、はいはいはい、でそれでいやどう考えても似てる人がいるんだけどって俺に松屋で食ってた。そう、直伝が来て、あの最近もみあげ白髪あるって言われてあるあるっ て、 言っていやだから俺はじゃあ間違いない白髪印象。いや聞いてください、俺は気持ち悪いなと思って。そうですか。そうだ、だからもういきなりねこの人からなんかお前松屋で牛丼食ってんじゃねえよって話されて、いや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 、なんでこいつ俺のことチェックしてんだろう、気持ち悪いなと思って。じゃあ嫁だったっていうことがあって、で俺嫁知らないから。あ、そうだね。でもね嫁はだからそのルパンさんのこと知ってんですよ、割と好きです。ルパンさんが一方的なあれですよね、愛だよね、一方的な愛。だから俺だから嫁と付き合わないといけないんじゃないかなみたいな。場合によってはね、場合によっては時と場合によってはワンちゃんだからこれもあるのかな、みたいな。もうフリーフィーバーみたいなね。バカみたいな。フリーフィーバー何言ってんだ。すいません、いや本当ごめんなさい、調子乗りすぎました。そろそろだからヘビーメタルライデンの話ですよ。俺の話はどうでもいいんですよ。俺の話はどうでもよくて、まあ今日だからミノロからぜひ聞きたいのは、まあ今日ねこういう機会があったわけですから、なんで、まあ、この場所なのかからスタートして、いろいろ幅広く、ゲームの話よりは、そうですね、そうですね、もっとこう突っ込もうかな、突っ込んでいろいろな音楽の話っていうか。あ、そうなんだ。いや気になりますよ、それは。俺童貞を捨てた話とかしなきゃいけない。バカだろお前それは。いやでも でもその童貞の話興味あるし、だからなんつうんだろう、あの音楽童貞、音楽童貞を捨てた。さすがだね。いやいやプロだね。俺やるね。俺はだからちょっとね、いちいちやるね。ちょっと感じね。株式会社角川をクビになったらこれで食ってこうと思ってんだ俺は。なるほどね。なるほどね。そんぐらいのことだから。なるほど。俺の中で今日は戦争だからね。戦争です。戦争ね。ルパン小島、ルパン小島対ヘビーメタルライデンの戦争だから。まあまあ俺もフルボックスっけどね。いやいやいや、受けてたぞ。受けてたぞよ。でもね、視聴者のみんなに、はい、お願いします。本当視聴者のみんなに言いたいのは、その僕と郷さんと和紙さんが並んでるのはね、うん、結構ないよ。最近ないよ。そういうことなんだよね。そうだからなんかすごい貴重な機会かもしれないね。ありがたいな。本当久しぶりとか言ったの。久しぶりだよね。そう俺はそれぞれ思うね。和紙さんと久しぶり、レアキャラだからね、結構ね。結構最近みんなレアキャラだよね。なんかそうだね。なるほど。だ家庭用のゲームが売れません、業務用のゲームが売れませんってなってくるとさ、みんな裏方に回るわけじゃない。まあまあそういうことな。だから結構みんな裏方で忙しいわけじゃないですか。嘘みてえなパチンコ作ってさ。それはなんか会社批判にならないのかっていう話なんだけど。あ、こう、もう超素晴らしいですよ。そうですよ。だから結構ね、なんかその合わないんですよ、意外と。結構ね、うん、5年ぐらい前までは、まあ、変な週1で酒飲んでたぐらいの中だったんで、うん、でもさ、最近になると俺気になったんだけど、その要は大前提としてさ、みんな要はサラリーマンをやりながらこうバンド活動っていうことだよね、うん、俺ねすごいなと思って。それは本当に正直、うん、まあ、結構大変ですよ。ですよね。掛け持ちで2バンドやってる。そういうことだよ、ね、俺やんないのがなかなか。やっぱ DJ やってるから、DJ やってるから。どこやろうかな。まあ、ね、そうっす。
たまたまそのライデンっていうゲームのそのタイトルに対してこう、うん、まあサクセスがわしさんが在籍を超えたやつ、うん、まあもともと作曲してんだ、発売させていただいた、バンドやるかっていうところ、前までは割とこうライブの日すらソロのね、インソロの本番みたいなありますよね。だから僕今日ね3人いて嬉しいですもん。なんかすごいなんか同窓会みたいな、そういうことやな、同窓会みたいな、そういうことやな。そうですね、なかなかこう揃う機会がないわけだからさ、ないところですね。でも結構レアポップなんでしょ。そう、レアポップ。いや、それでルパンさんがなんかいじってるっていう状況がね。ああ、いやいや、あら、あなた本当にいいこと言うな。俺を本当にあげてくれるよな。いやいやいや、いや、俺ニノク好きだよ。いや、うるせえよ。俺は好きだよ。さすがにやっぱ地元がね、みょうがないっていうところ、まあまあ、先輩がこうやって司会やってくれてるの。二人はだってみょうがない知らないからね。知らないからね。みょうがないって何みたいな感じになってるもんね。まあまあまあ、いやいやいや、そんなことないっす。まあまあまあ、だったら俺いいよ、松屋で飯食いに行くよ。ハハハハハ、あれだよ、ツイキャスしてやるよ。いや、見ようがない来てるぞみたいな。まあまあ、何が言いたいかというとですね、はい、2月の22日にですね、東京ゲーム音楽賞2010イベントが、うん、ハルミのハルミフトのなんかあの建物で、フェリーの発着、フェリー発着場の 4階だったっけ、まあやるんですけど、まあだから20言いましたけど、12月にやったライブ以来にヘビーメタルライデンが、まあ、アピールとし、はいはい、して、まあ、はいはい、郷さんと和志さんを、はいはい、その東京ゲームをオン売買的な側面もまあ、正確なタイムテーブル発表されたと、まあ、ヘビーメタルライデンというまあバンドが、うん、あのライデンのアレンジパート、まあ、郷さんの曲をあの郷さんと和志さんがねいじり倒したアレンジしたバンドアレンジを、演奏すると、でそういうところであの結構盛り上がるバンドなんで、ぜひ皆さん来てくださいというところで今日はお二人に集まっていただいたと。せっかくなんでね、だからそのゲームの話を聞いてもしょうがないなと思って、まあ、しょうがないよね、今さら。郷さんがさ、だから例えばね、まあ、セガ そのファンキー KH のねベースで目覚めて俺はチョップ始めましたとかさ、わしさんがさその佐野さんとかさ、まあ、いろん なそのテクノ的なサウンドをね細井さんとかね影響を受けて、まあ、作曲したっていう話はさ、だから今日は、まあまあ、ウィキペディアに書いてるわけですよ。まあそうか。なので今日は違う切り口で、今日はだからあのウィキよりも詳しく郷さんと和志さん その話を聞きたいな。音楽童貞の話だな。そうだな、音楽童貞、音楽童貞だよ。今塞がれたよ俺。いやいやいや、でもその音楽にこう触発されてなんでそこに至るまでぐらいの話の方がいいんじゃない。そっから行きますか。じゃあそうだね、そういう方が面白いんじゃないかな。じゃあ郷さん、悪いんですけど、はいはいはい、音楽童貞の話をしていただいてよろしいでしょうか。自分がなぜベースを持ったのか、ベースを弾きたいと思ったのか、その影響下にあったサウンド、アルバム、ミュージシャンの名前なんでもいいんですけ ど、ゲームミュージック以外でちょっと教えてください。なるほどね。ゲーム、まあね、ゲームミュージックに一番影響されてきた以外でいくと、そうだ、T スクエアですね、まずね。おほほー、 T スクエア。そうそう、なるほど。ゲームミュージックが好きなんで、ナルチョ的な、まあ同じようなインストで、割とこうシンセサウンドってところではちょっと近いものがあって、はい、まあ、結構そのゲームサウンド好きで T スクエアとかフュージョン好きな人、フュージョンだ。僕もそのパターンで、はい、で高校の時にそのバンド
とかね、やっぱ目覚めて、僕もともとドラムだったんですよ。ほう、あ、もともとドラムからベースに転向みたいな。なるほど、まあ、リズム隊のね、まあ、代表的な。そう、やっぱリズムっていうところのね、共通点はあるんですけど、ね、ほんで、そう、T スクエアも好きだったけど、その一方でヘビーメタも好きだったんですね。そう、わかるわ、なんか高校の時にやった、そのギターやってる友達がいたんだけど、はい、そいつもメタラで、はい、まあそいつと影響、まあ、メタルもキーですよってことで、だからそう、フュージョンとメタルの日本で、ここで重要なのは、ここで重要なのは、その聴いてる人間に対して、じゃあどのアルバム聴けばいいんだよって話になるんで、申し訳ないんだけど、そうだね、ゴーさん申し訳ないんだけど、ゴーさん の, あの一番おすすめのアルバムを聞かせ、当時の、うん、当時でいいよ、当時、まあ、当時聴いてたのは、まあ、T スクエアだったら僕がその知るきっかけになったのが、リゾまあ、ザ・スクエアの頃ですね、まだね、はい、ザ・スクエアの頃、ザ・スクエアの頃、リゾートってあの一番あの有名なオーメンド・オブ・ラブが入ってる、うん、はい、オーメンド・オブ・ラブで、ね、まあ、あそこ通っとけよって感じなんですけど、まあ、あとちょうどリアルタイムではまさにトゥルースってあのね、はい、F1 で使われてるテーマ曲が入ったトゥルースってアルバム、言わない方がいいのかな放送だから言わない方がいい、そうですね、まあ、その辺を聞いて郷さんはまあベースに目覚めてベースを弾いて作曲活動を始めたと言っても過言じゃない。そう、ドラムだったじゃないですか、うん、で、なぜベースになったかって言ったら、要はスラップベース、チョッパーベースの音がなんかすごくかっこよくて、うん、チョッパーはかっこいいよね、かっこいいですよね、このそうそうそう、この叩くバチンバチン叩く感じ ねブリブリとれね、痺れるじゃないですか、そう、うん、でも決定打があれですよね、セガのサンダーブレード、ああ、ね、なるほどなるほど、チョッパーもう全面で来てて、もうゲームやりながらもう音しか聞いてなかった、はい、もうチョッパー指令が出たんだね、そう、あのチョッパー指令がね、チョッパー指令が、ボス曲なんかもうね、チョッパーのソロじゃないですか、うもうなんかね、もうずっと聞いてましたね、でただあの演奏方法まで知らなかったんですよ、チョッパー自体がよく分かってない、映像として見たこともないし、うん、最初はね、エフェクター通してる音だと思ったの、なるほどね、はい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 、で高校の時に軽音楽部入ってて、はい、で自分たちの先輩がたまたまやった時に、はい、あ、チョッパーってこういうことなんだっていう、これか叩いてるわこいつみたいな、ベンベベンとこんな言い方があるんだ、ベン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 みたいな、そうですね、それでもうすごいベースに興味持って、なるほど、で高校の時の友達がベースやったけど挫折してベースいらねえってやつが現れてくれって言って、あのね、おすげえわかんないけどベースいらねえってやついるんだよたまにいる、あのベース一番大事なのになんでその大事なベースをいらないっていうね、割とこうないがしろにされる、リズム体をないがしろ、本当は、ね、バンドってベースがかっこいいと一番かっこいいのよ、うん、それを分かってないやつが本当多くて、特に当時はね、それ郷さん言ってもらっていいですか、ベースは大事って言ってもらっていいですか、いやもうベース大事っすから本当にベース大事だよ、でもね、まあいろいろそういうのもあって、今のその音楽、まあ別にゲームに限らずアニメでも J-POP でも結構今ベースってすごく大事にされてて、あ、そうだよね、で、うん、すごいとか、うん、今ビジュアル系バンドなんてもね、うん、ベース動いてなんぼじゃないですか、そうだね、いい世の中になったなっていうふうに思ってるんですね、なるほどなるほどなるほど、当時はもうね、全くね、ないがしろされてましたね、まあだからまあゲームイジックっていう幅をのあの、うん、除くと、うん、まあそのナルチョ、いわゆるその T スクエアの、ね、まあストーミツルとかね、うん、なるほどね、その辺で、うん、あの私は開眼したと、そう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 、うん、でドラムやめて高校卒業した時にベースに転向したんですよ、なるほど、友達から譲ってもらったベースでまあ別に教本とか習うこともなく、はい、ただ見よう見ようまでずっとひたすら T スクエアのなんかできそうな曲、はいはいはい、練習してね、で、うん、まあなんだろうね、バンド組むこともなかったんですよね、とりあえず一人でひたすらベースで遊んでるって感じだったんですけど、ベースマン結構独りよがりなとこあるからね、あるから ね割とこうねあるよね、寡黙で孤独な、あの若干意外とあのゲームに通じるとこあるよね、あるある、一人で黙々ととりあえずこうやるみたいな、じゃあ もっとなんかその掘り下げようか、郷さんその方角で
なんか初めて買ったレコードってなんですか？邦楽、うん、邦楽で邦楽もう生まれて初めて買ったレコード、あ、生まれて初めて買ったレコードはあれですよ、うん、もっと掘り下げようよ。幼稚園の時に買ったあれ、うん、ピンクレディのウォンテッド、ウォンテッドね、なんかね幼稚園児にしてねこう響いた、うん、次はウォンテッドはそうだね。でね、すごい、あ、次、うん、次はね、なんかあれかな、どっちか先かな、寺尾明のルビーの岩かよ、ルビー、あ、ルビーの岩は鉄板だね、鉄板で、あれは鉄板だ、あれね、ボスのオーディオは乗ってます、デレデレデレ、まあ、マニアックな話はあれはいいわ、確かに結構渋い、ホーンテッドルビーの指輪、ね、あ、渋い感じやね。だ僕今日なんでここに皆さん呼んだかっていうと、そのゲームミュージックのその別にどうでもいいじゃないですか、細井さんの影響受けたらそれ誰だって受けるよ、どうでもいいんですよ、うん、そんなことは、うん、いや、まあ、失礼ですけど、細井さんに失礼ですけど、うん、じゃなくてもっとコアな部分聞きたかったんで、ルビーの指輪ぐらいまで掘り下げたいんですよ。でも一回語ってみたかったですね、その辺、そのゲームミュージックじゃない面、そうそう、語ってみたかったですね。でも結局さ、これって今まで出してない、もうわしさんがこれからすげえこといっぱい言ってくれると思うんですけど、郷さんの郷さんのこれってすごく今まで出てない情報じゃないですか。あんま言う機会なかったですね。そうでしょ、うん、だから僕はすごい好きだなと思って、いいなと思ってさ、せっかくルパンさんがいるし、ミカードでやってんだから。でもね、もう今もうものの10分か15分ぐらいかもしれないけど、郷さんの話はやばいね。そう、相当ためになると思うよ。なるかな。あのコンポーザー的な観点から言ったら相当ためになるっていうか。うん、なりますかね。うん。ルビーの指輪を聞いてね、何をお互い感じるかって話でさ。そう。いや笑い話だけどさ、でもさ、でも当時の郷さんからしたらさ、ルビーの指輪かっこいいわけじゃない。そっからさ、やっぱりこう何を得るかっていうところでさ、でもね、ルビーの指輪ってあの曲ってすごくって、うん、あのなんていうの、まあ歌詞もすごいけど、うん、あの曲調なんだよね。あ、そうなんだ、ね、だろう、なんだろうね、うん、あの独特な曇りがで、しかもあのカラオケで、もう最近だから若い子と飲み行ってもカラオケでは絶対あれは歌わないけど、でも俺だからアルバイトを始めたばっかりに、あの職人システムキッチンの取り付けやってた時にそんな仕事やってたんだ。あの時にアルバイトでこうバス停のスナックとか行くんだよ。いや、そうするとルビーの指輪を歌うと拍手喝采なわけよ。要は、ルパンさん歌うまいですからね。あの幅が広いんだよね。なるほど。あ、なるほど。でもなんかあのリズム帯とかあの独特なグルーヴ感ね。グルーヴ感。あの頃って本当ガチ弾きじゃないですか。そう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 。それもあるね。でしかもさ、例えばベスト10とか出るときに弾が足りなくて早く弾いてくださいって、それ対応が多かったじゃないですか。むちゃくちゃ早い。演奏がむちゃくちゃ早いみたいな。あれって俺すげえなって思うんですよ、今思うと。だってうちのバンドの曲を早く弾くったらできないじゃないですか。まあ、あのグルーヴ感って何なんですか、あのルビーの指輪系って。別にね、レゲエとかジャズとかいろいろあるじゃないですか。いやこう、あれって別にレゲエとかジャズじゃなくて、うん、もう本当に和製のロックなんですよ。和製のロック、あれは和製のロックなんだ。あの60年代にその外国から入ってきたわけじゃないですか。ビートル、UK ロックとか入ってきて、ビートルズとか入ってきて、で、すごいそのハッピーエンドとかすごい悩んだのは、どうやって日本語を載せるんだ。ハッピーエンドってすごい日本語を載せるのが上手かったバンドだと思ってるんですよ、僕。でそこにあの寺尾明ってサベージっていうグループサウンズ出身なわけ。だからそれで、なるほどね、うん、やっぱ研究を重ねて、で、あの人って、まあ、ほら歌をやった後にそのドラマに出るようになったじゃないですか、はいはいはい、それであの石原の裕次郎の事務所にいたわけじゃないですか、うん、で、ルビーの指輪を歌いたいからって言ってやめてるんですよ。そうなんだよ。確かに西部警察に寺尾明は出てたけど、あれが売れてから出てないんですよ。マジか。そう、小林専務が恩情を持って、なんで俺たち寺尾明の話してんだって。わしすげえな。
わそこそこしようかね博識だ博識だね意外と、うん、いやだからそれだけあの曲にかけてたとこはあると思うんですよだそうつまりリアルリアル売れちゃってからやめてるんですけど、うん、それを例えばもう俳優でやってるのに今さら歌なのってなったら今だったら絶対それ許されない話なんですよ俳優で売れてなんで歌なんだよ、なるほど、うん、であの頃っていうのはやっぱりそういうその歌のそのタレント性っていうのはすごくあったから、うん、これを押さなきゃ寺脇のキャラクターが死んじゃうって思ったらしくて放出してるんですよ。へーだからそのニューミュージックのと呼ばれるジャンル俺たちしか分かんない言葉だけどさ、ニューミュージックと呼ばれるジャンルのねその先駆け的なサウンドのなわけでしょ。そうあの70年代後半から80年代のあれっていうのは本当にそのアイドルにしてもバンドにしても本当にもう卓越したテクニックを持っているミュージシャンどもがどもがっちゃうかミュージシャンたちがすごい、いや確かにそうかもね。イーグルスのさホテルカリフォルニアみたいなさキャッチーであってロックであるっていうサウンドを和製でどうやってやるかっていう部分でその寺尾っていうのは割といいサウンドを作ってたんじゃないかな。そうそう僕 ね、 思うんだよね。すごくいいのは歌えるっていうのはすごい重要だと思う、ね、ああなるほど。だから結構あなるほど例えばそうライデンの曲をやってすげえ楽しいのは歌えるじゃないですか。メロディーをね別にバカにしてるわけじゃないけどそのゴーさんの曲ってすごい演歌に通じるとこあるっていう思うのは一発聴いたら覚えちゃう。あ、そうだね。メロディーラインを覚える。わかりやすい。そう。だから誰でも覚えられる。だから僕なんかはその、うん、ゴーさんがもうプロとしてやってる時にまだ学生だったんで、ちょっとやっぱりね残るんですよ。わしいくつなの？わしはだって我々と同じ。一緒39だよ俺。昭和49年。お前俺だ俺の一個下だからな。悪いけど一個下ぐらいだったらディスるからね。余裕で。いや全然いいよ。いや嘘嘘嘘。いやでもそういうのっていうのはすごいあって。うん、でも僕まあその辺なんだね年代的にね。だからそういった意味でね。だから確かにだからルビーの指輪って言って。ルビーラインが分かる。でもいやそれってすごくすごく重要なことだから無理だ。すごく重要ですよ。すごく重要なことで、だからゴーさんって結構なんか演歌チックな曲が結構評価されるんですよ。で次の話に出てくるそこなんだけど、そういう渋いガキの時代をあの過ごして次につながったのがポール・モリアだったんですよ。レイモンド・フェーベル。やばいっすね。俺ドンピ俺この放送楽しいわ。素で楽しいわ。小学校3年の時に、ね、テレビの BGM でポール・モーリアをしてそれからポール・モーリアにがっつりハマって、そうか。そうだ、来年のメロディーはもうまさにそこの影響だと思うんですよね。まあ、臭いメロディーはまあポール・モーリアからちなみにごめんなさい、はい、ゴーさんおいくつなんですか。僕今42ですね。42か、いやでもそうですね時代的にはそうですね。そうあの自分の先輩っす、あの頃っていうのはすごくそう時代の流れが早くて、正直たった3歳しか変わんないのに、いやそうだよね、全然すごいそのあすごい、いやでもそれすごいわかる、3年の間にこうそうだね、ジャンルが変わるっていうぐらいの、あの頃って本当に年々、ね、そう例えばそのサウンドチップセットにしても、やっぱり1年1年後に変わっちゃったりとかしたくないですか。全然違うよね。そのそれを追うのが僕超好きだったんですよ。あこの会社ってこの音源使ってるよね。なるほどね、あそれすごい面白い話だね。面白いよ本当に、そう本当に。だからあの頃の例えばそのシステム、あのナムコのシステム2とか、うん、2だっけ、シス2ですね、あの音源とかどうなってんだろうとか、だからゲームってさ、だからずるいんだよね、あの幅が広いっていうかさ、そう自分がこう自分らの代でこう持ってけるっていうか、あの自由度が高いって、だから僕すごいゲーセンに行くと新しい音楽聴けるっていうイメージだった、それはあったかもしれない、あの時代やばいねそれ、ジャンルもそうだし、音源的にもチップのね、うん、それパクるわ、おかしい、あのパクるのはダメだけど、
例えばさ、あのフェム音源一辺倒だったのにワルキューの伝説聞いた瞬間に、うん、PCM 音源のストリングスが鳴った瞬間に、俺はこれは FM 音源でやってるのに、やってるはずなのに知らないから、なんでこんなリアルなストリングスの音が鳴るんだろう、こんないい音が鳴るのよ、やべ川源さん天才とか思いながら、なんかそれすごい分かんないから、そのメロディーラインが古いんだけど新しいみたいな、そうそう、どんどんどんやっぱ技術革新がすごかったから音がどん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 次世代になっていったんですよ、あの頃って。本当に月1年単位、1年単位で、1年単位違う、そうだよね、わかる。でそれを僕が追うの超好きだったんですよ。ああでも追うのが楽しいのもわかる。やっぱりその中で別に自分で作るわ、僕その頃全然自分では作ってはなかったから、もう聞く専門だったんだけど、その聞いて、あこれどういう音源なんだろうみたいな。で、あの頃ってインターネットがないんで、ないよね、情報が全然ないんですよ。そうだね。だからまあ今になって、あこれはナムコ C90 なんだとか、そういうのは2151なんだとか、後からね知ることだもんね。だからこれもう俺全然ディスるつもりとか全然ないんだけど、やっぱドラクエとか FF とか、チャン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 とか、あのパーパラーパーパーとかだ、なんかもうそれなんだよね。いやドラクエにしてもやっぱりあの3音であそこまで作っちゃう、例えばベースで使う三角波をメロディーで使っちゃう、だってファミコンの三角波って、オクターブでいうとこう4ぐらい出すと不協和音になっちゃうね、音痴で音痴でしょうがない、そのギリギリを杉山先生はこう狙って、あの空を飛ぶっていう曲を、名曲を作ってるんですよ。なるほど。あ逆に利用して、ね、名曲なんだね。そうそうそう、空を飛ぶが名曲なんだね。だから僕が今になって、例えばその今ファミコンの音源って打ち込みできるじゃないですか、NSF とかあるから、でそれで初めて作ってみたら、なんでこんな、こんな音痴の音源なんだみたいな、聞いてみるとみんなもう知ってて、これはもうもともと音痴ですよみたいな。あ、じゃああの頃そういう風に聞こえないっていうのは、そういう風にちゃんと狙って、だって杉山浩一先生言ったらもう大砲の権威じゃないわけなんですね。だからすげえ思うのは、ゲームミュージックってなんかほんと自由なんだよね。自由だよね。いやそれは、それは俺 ね最近こういろいろうつ病も克服して、でもねそれはすごい思うことが、ね、克服しました。あのだってランニングがいいです。走るといいです。運動しろ運動しろ。僕本当に運動した方がいいです。その業界に入りたいなと思った瞬間は、その90年代の、もう頭悪いテクノがみんなバリバリ、そう、ね、頭悪いけどこれすっごく褒め言葉です、頭の悪いテクノね。いやなぜかというと、僕そこの頃にかなり傾倒したんですよ、プロディジーとかハードフロアとか、超傾倒してて、でゲーセン行ったら同じような音になるゲームがある、ニューマンスレチックスとか FA とかライデンファイターズとか。なるほどなるほど。これそこに結びつくんだ。それを見聞いた瞬間に、あこの業界ってこういう曲書いていいんだ、最新鋭だよねみたいな感じで、だったら俺もやりたいな。あ、確かに。だから幅は広いよね、やりようだよね、やりようだよね、本当そう思いますよ。だからそこら辺でやっぱりその新しいものが聴けるっていうのがゲームミュージックなんですよ。なるほどね。だからまあテラオキラに、まあレコードを買った郷さんがさ、まあ、その後テクノとかいろんなサウンドをね、経由していくわけじゃない。だから そういった時代性もあるよね。でもあれね、ファイターズやった時はテクノなんか聞いたこともなかったね、ジャンルとして全然興味がなくて、でもやらなきゃいけなくなって、まあなんとなくやってる。正直結構苦労したよね。そのコード進行は基本的に変わんなかったですね、テクノ。まあそうだね、そういう曲を作ったことがなくて、あんま電子音をこう駆使して、その、まあ、ゲームのテクノのわびさびの部分を分からない状況でテクノやってる。テクノとは何ぞやってやって作ったんで、やっぱあれなんですか、あのゲームっていうところでテクノになるんですか。
90年代って、ね、あの時はそうなんじゃん、みんながみんなそっちに、あまあそれは細江さんとか、まあ、佐野さんとかいろんな人の影響、星野さんとかの影響だと思う。星野さんだってあんなに臭くさの曲書いてたのに、突然ベアナックルでとんでもない曲書いてるじゃないですか。うんそのあたり時代性考えたらさ、あれ聞いた瞬間俺倒れそうだ、土地狂ったボスコニアンとかソーサリアンとかイースとか作ってる人間さ、ボスコニアンのブラス、なんだっけ、ブラスパワーじゃなくてブラスパワーか、ブラスパワーか、うん、もう聞いた瞬間かっこいいみたいな、フラッシュフラッシュフラッシュとかね、かっこいいメロディーのある、そのいわゆるそのロックフュージョン的なものからさ、急にベアナックルでバー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 みたいなこうテンションになるわけ、表現的に正しいかどうかわかんないけど、こう生きった感じっていうのは一種出るよね、こう俺違うぜみたいな感じの、まあでもさ生きった、あの時作曲してる人間っていうのはさ、やっぱクラブ遊びとかもそれなりに覚えて、やっぱこれがまあそのアウトローじゃないけど不良の遊びでかっこいいんだよと、それをゲームファンに教えたいからそういうサウンドをしてたわけでしょ。やっぱそのお二人にすごいお伺いしたね、テクノって意識したんですか、テクノとかなんつうの、もう電子音的な、まあ、ゴーさんとわしさんにはいい質問だね、それは。僕ね、全然違うから、うん、後で話します。ああ、そう。はい。うん、でも、すごいテクノっていうのはかなり意識してる。全くその、自分の無縁なジャンルだったんで、うん、例えば、電子音って言っても、そのやっぱりその世界でこういいって言われてる。は、う、い、ん。その知識すら、ああ、そこを勉強するところから始めて、やってたんで、で、あれなんですよね、あ、やっぱ音楽っていろんなジャンルがあって、うん、音を作れなきゃいけないなって。いい質問だよね。でもそれは割とお二人に対して、いやだって、ね、普通に気になるよね。だって、うん、なんかやっぱバンドとそのゲームミュージックってとこってすごい全然うがってもないし、なんか素直な感じなんだけど、半端なんだよね。バンド系でもいけるし、そのテクノ系でもいけ、あテクノ系っていうか、要はその電子音系でもいけるし、そのだからそれこそ今風な話言ったら、要はボカロだよな、ボカロなんかもう言ったらもうゲーム系の究極っていうかさ、もう全部一人で全部やれるわけだから。そうだけど今からボカロ P 目指してるやつらやめた方がいいと思うよ。あ俺それでお前話したいなと思ったんだよ、俺ボカロ P 目指そうかなみたいな一時あって、いやすごい辛いのは、これディスっちゃうとまずいんだけど、ゲーム専門学校とかで、ボカロ P コースとかあるじゃないですか。あるね、今。あれね、いや、俺ね、あれね、本当にね、ただのね、ディスとかそういうんじゃなくて、それはちゃんと言った方がいいよ。あのね、あれは良くない。ああ、そういうのは今あるんだ。だって、ある。もうボカロ P で有名になった人っていうのは、もともとそういう歌を作りたいと思ってる、たまたまボーカルがいなかったとか、そういうところでこういう歌を歌わしたいっていう力で作ってるのに、逆にその歌わす前提で曲書いてる曲、僕正直言うとあんま面白いと思ったことがないんですよ。はい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 、なるほどね。ミクだからいいでしょとか、それは絶対ダメだと思うんで。いや、このね、この企画いいよ。いやいや、素晴らしいと思うんですよ。また次回もあるね。あるね、ある、ね、次回もあるね、うん、だから今日はでもボカロの話は置こう、置いておこう、うん、ボカロの話は多分今後結構、まあね、重要になるっていうか、そうテーマとして重要になるから、うん、まあ今日はだから本当にでもゴーさんとワッサーの話だから、そうするとどっから話せばいい、テクノからつなげていけばいい、まあ、いいそうだね、テクノだね、うん、そうね。あでもまああれですよね、まあ、自分の音楽をどう辿っていったかって話。だ結局その、郷さんいろんな音楽携わった中 で、で最終的に今、いや僕が勝手に決めてるんですけど、そのバンドサウンドっていう部分に、今は活動の重点を置いてるわけじゃない。そう、ね、その辺のその、うん、意気込みというか、その、説得力のある何か、なんか根拠を聞きたいかなっていうところで、最近まあバンドの前に例えば DJ の人がそのイベントでやるようになったりとか、今までって本当裏方で作ってるだけ、名前が出るのってスタッフロだけだったよね、うん、ただやっぱそういういろんな積極的に活動する人たちが現れた時、なんだろう、もうちょっとほら僕たち前に出てもっとね業界を盛り上げていくようなところや
っていかなきゃいけないのかなと思った時に自分に何ができるんだろうと思った時に DJ やったことないんで、まあバンドだったらできるなと。でたまたまちょっとあーゲーム音楽のバンドってまあやってもいいのかなと思うそのきっかけが、であと池田さんのたまたまちょっとノリでね帝でなんかライブやったら面白くねえなんて話してた時に、あなんか今やってもありかなと。結構僕らってほらその90年代前半でそのゲーム音楽のバンドブームっていうのが業界であって、まあ僕らそれを見て育ってきてそこから20年ぐらい経ってるんで、なんかこうやっぱもう終わったものとか古いものっていう認識がずっとあったんですよ、まあまあまあそういうね、まあ一時そういう時あったよね、その今更感みたいなのがあったと思うんだけど、だってそうだよね、97年以降ズンタタもさ、SST もライブやってないわけでさ、でしょ、下火になっちゃって下火になったわけです。ただ逆にもうあれから20年とか経ってるんで、今やるのありかななんて思ったのがきっかけで。なるほどね。なんかでもそれがすごいわかるかな、結局そのなんか郷さんその正しいかどうかわかんないけど、やっぱ、ライブ感はやっぱ求めるでしょ。そうですね、今の音みたいな。そうですね、それはありますね、それはすごいわかる話かなとか、ね、でいやでもしょうがないよね、だってサウンドの話、俺はだから音楽に生きてるんだよね今俺は今音楽に生きてて音楽の話をしてるわけだから、郷さんがこんなにねいい話をしてる、やっぱさそのまあ和室さんの話はこれから面白くない、いいんだよ、和室さんの話これから聞くんだけどさ、でもさ郷さんの話一つ聞いてもさ、そうやってやっぱそれなりにさ自分がそのベースを持ってるっていうことに対してさ、それを俺語るとまあゲームサウンドクリエイターになった一つのきっかけって、そうだから結局そうやって何らかの理由があるわけじゃない、そうそう、あのねそのさっき言った高校の時ドラムやってて、その頃はまあバンドマンになりたいなとかって思ったんだけど、ほんとねひどいぐらい自分はリズム音痴だってことに気がついて、あの分かるかな、バンヘレンのジャンプって曲があります、ジャンプ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 の感想、ギターソロのところってちょっとリズムが普通の2-4打ちじゃなくなるじゃない、俺あそこリズム取れなかったのね、あれ多分なるほど別にただの4分の4だと思うんだけど、はいはい、パー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 、そうそうそう、それはイントロでしょ、そのあのギターソロのところちょっとトリッキーな感じになるね、ジャンプ、そうそうそう、であれが全然リズム取れなくて、であとそのまあ高校の時バンド組んでたんだけど、まあ当然こう練習したやつ録音するじゃないですか、で例えばすげえ超ノリノリで弾いてて、ドラムだったの叩いてて、すげえいいテイクできたと家に帰って楽しみでこう聞くじゃないですか、もうねひどいんすよ、あー合ってないぞ、ヨレ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 だしもうドラムだから走るし、あーなるね、そうで、あ俺バンドマン無理だなと思ったんですよ、でそれでまあゲーム音楽ってこの打ち込みでできるじゃないですか、で選んだっていうのも一つの要因としてはあるんですけど、まあ面白いですよね、早々とその演奏を諦めたはずの人間が今、なるほどね、演奏でこう太刀打ち回ってるっていう、ね、その演奏にもう一回戻ってくるその理由っていうのを一言で、あ、まあ、まあざっくり言ってもらえると、ざっくりとやっぱりなんだろう、ゲーム業界ゲーム自体を盛り上げるには今までの受け身じゃダメだと、ただ作るだけじゃダメだと、ね、で自分にできることっていうのだ、自分せっかくベースそれなり弾けるし、じゃあやるかみたいな、そうそう、で、いいね、なんか何年ぐらいな、7、8年前ぐらいにちょたまたまその T スクエア の, そのコピーバンドをやるきっかけがあった時に、まあベースやってで、結構その時どうやればそのリズム感よく既にいろいろ分かってた段階なんで、ずっとやってたんで自信ついたの、でこれだったらまあ人前に出てもさ、まあ、いけるぞと、恥ずかしいもん、 あのねそのリズム感悪いって思ってからもう十数年ずっと自分がどうやればリズム感良くなるだけを考えて生きてきたんで、郷さんリズム感悪いの、めちゃめちゃ悪かった、まあ、今でもねあだから今そこそこね、まあいいとは言わないんだけどマシにはなったんですよ、でもリズム感悪かった時の時代の曲聴くじゃないですか、未だにそのリズム感悪かった時の取り方になっちゃうんですよ、なるほど、
なるほどなるほどな、そうそう、昔が抜けきれないみたいな。だからその日々ね、うん、その戦ってるストリートファイターですよ。そうあのゴーさんはストリートファイターですよ。いやそうだね、日々その時の俺と戦うベーシストということで、いいじゃないですか。己と戦うストリートファイター、己と戦う、だからそういう意味で、うん、いいね、ベースがね、そのドラムと合ってるかどうかっていうのは別に、うん、あのクリック持ってチェックする必要はないですけど戦ってんだよこの野郎っていうところまで聞いて、戦争だな、戦争だよ、戦争だ、そこまで聞いて、なんかそのライデンの曲っていうのは成立してるっていうのをやっぱ視聴者のみんな何人見てるか知らないけどさ、確認してほしいかなって気がするかな、うん、そうね、戦ってんだよお前、俺今日いい話してるね今んとこね。おー、いやいや面白くない、ルパン五条面白くないって言われてるんですけど、うん、今日はだから主役はもういますからね、うん、僕は面白くなくていいんですよ、うん、そうですよ、だからわしに行きますか、じゃあわし303に行っていいですか、そうわしに行きますか、じゃあわし303どうやって、わしだぞと、なんで楽器持ったんですか、俺がわしだぞ、楽器ゲームミュージック以外で話せ、楽器持ったのは持ってたいからだよ、あーもう根本がね、それはもうセックスをしたいから楽器を持ったわけです、ね、早く童貞卒業したかったから、なるほどね。最初に持った楽器は何なんですか。最初に持ったのは親父のアコギ。お父さんも楽器弾いてる。うちの親父はもうエレキ世代で超弾いてたの。なるほど、 GS 世代で、まあバンドやってるとは知らなかったんだけど、うちの親父酔っ払うと突然アコギ持ってきて、うん、ビートルズのアンドラエラブハーとか、おお、結構弾いてて、そういうイメージがちょっとあって、鉄郎これだよ、お父さんすごいね、これいいぞみたいな、なんかそういうのがあって、そのまあそういうのがエクスペリメントされてたんですけど、でもその楽器を持つ前に音楽を興味持った理由が、あのオネアミスの翼っていう映画あったね、あれのオープニングの曲がとてつもなく、その小学校4年だったんだけど、すごくいいと思っちゃった。オネアミスのオープニングってなんだ、あのててんててんててんてん、龍一坂本だな、それを作った人誰だってなって、坂本龍一だって言って、俺初めて買ったレコードが未来派野郎。なるほど、あーなるほど、だから実は僕もね、もう元からテクノなんですよ。あーでだけどギターを始めるのはもう一人の僕が現れちゃうんですよ。あーあなたじゃあ王立宇宙軍なんだな。そうですよ、なるほど、白つくラーだったですよ。なるほどな、じゃあそうですよ、レイプだな、レイプしちゃうね。あれテレビ版だ、テレビ版は絶対カットされるシーンね。そうだな、レイプも、レイプ問題に発展するんだな。そうそう、レイプ問題ね。あそれはじゃあ、ほっとくけど、その頃にそのゲーセン行くじゃないですか、うん、まあ小学校ながらゲーセン行くと、まあ音楽とは別の話で、王立宇宙軍でって書いてある。王立宇宙、弾き語ります、王立宇宙弾けねえよ。ギターがねえよ、ギターがねえ。でも確かにあのオネアミスのチャチャンチャチャンチャチャンって、あとあれは衝撃だったね、すごく名曲なのは、あのロケット上がってってから上がった、ね、あの上がった後に流れる曲、すごくいい曲なんですよ。ああ、白粒がその後にあの地球の皆様聞こえますか、うん、っていう前に、そう、人類の歴史の振り返るみたいなシーンがあって、あそのあのシンセのプラス音がすっごいいい曲なんですよ。わかるすごい、俺あの時におしっこしちゃったもん、おしっこしたね、放尿しちゃうぐらいいい曲だったね、すごくいい曲だったんですよ。でそういうのに、それを聞いて音楽に興味を持ち始めてゲーセン行ったら、あの100円で15分遊べる セガの、うん、ゲーム学習机みたいなの、あーあーなるほどね、実はあんまりないらしいんです。最後に大分で確認された、ゲーム学習机っていうセガが出す、うん、それに入っている スタージャッカーが超ヤバくて、スタージャッカー、これ YouTube で検索してほしいんだけど、宇宙から宇宙、もう本当にスペーシーなんですよ、音が。スペーシー、めちゃくちゃスペーシーで、だからつまりね、その何が言いたいかっていうと、そのわしさんの音楽的なその感性の育てと、はい、そのゲームっていうその趣味の世界っていうのがどっかでリンクしたんだよね。
リンクしてるね。そっからやっぱ本当にその音楽のそのルーツを話し始めると、そういうテクノっぽい電子音楽から入っちゃってるのと、うん、女に燃えたくてロック。やりたい。でも本当にビーブルー弾けたらお前やばいぞみたいな。わしはボーイのわしの原点は王立宇宙軍でいいと思うよ。そうなの、うん、なんでわしさんが弾き語りしますです、うん、ねえ、なんかここにギターがあるけどね。これは目の前にギターがあるんですよ。何を弾くの何弾くねえ、なんだろうね。これギター、これギター、ね、音出んの。いや、これまあエレキです。これはエレキだね。ペロペロ弾いてもね、ペロペロみたいな感じですけど。カラカラしちゃうね。ちょわしがねえよみたいな感じですけど。持ってこなかったな。ミカドの曲を弾いてもらうか。弾いてない、忘れた。ちょっとあのミカドフォーエバーっていう曲をじゃあちょっと1分間ぐらい作ってくれよ、特許で。じゃあ、うん、なんでそういう今日の気分今日の気分で。そうチューニングメーターがない状況なんですけど、その間俺ちょっとトイレ行ってくるから貸して何それ。チューニング合ってりゃいいけど。俺がそういうこと合ってりゃいいけど。わしでも思ったんだけど、すごいやつなんだなお前な。わしギターがありますっつってね、いきなり弾けって言われて弾けないよね。そうだよ、合わせないといけないんだよ。だって初めから言ってくれって話だからな。どうかな、これ、中な、あ、中なアプリ。今もう、ゴーさんが出してくれたけども、アプリが、便利なアプリがいろいろあるからな。きついのに渡すみたいなね。あ、ちゃんと拾ってるよ、ほら。あれ、動かないな。じゃあ、この、15分間の間に、ちょっと、ミカド最高っていう曲を、1分間の曲を作りますか。15分間。15分間の間に。僕、どうやってんだトイレ行ってきていいですか。すいません、チューニングする。トイレ行ってきていいですか。あ、ちょっとお許しがいいんで、ゴーさん、僕、トイレ行ってきていいですか。どうぞ、なんなら一緒に行きますか。僕もちょっとぼちぼち。どうぞ、トイレ行ってください。ゴーさん、トイレ。まあ、緩いんで。まあ、こんなことやってるし、バッドコネクションの。お前ら来て、バッドコネクションが寝るからね。俺とゴーさん今からトイレ行くぞ。トイレ行くぞ。戦争だよ。何言ってんだよ。開けてください。あ、そんなもんです。もちろん開けた方がいいです。あ、そんなもんです。そんなもんです。分かってますね。さすがですね。いや、これは浜田さんから、いただいたギターですね。西部開発の浜田さんから。大丈夫です。そうね。じゃあ森本をちょっと呼んでいただいて。いいよね、気楽でね、ほんとね。結構真面目な話してんのにね。
どこあるんじゃない？どこ、そっちにある。事務所にある。ベースはないんだ。さあ、なんか弾いてください。なんか何でもいいです。サンドバイミー。いや、ブナイス。私がバックミュージックを流してもらいながら、バックミュージックを流してもらいながら語る。あ、違うね、これ。すごいね。やばいね、これ。まあ、じゃあ味方の放送はやばいね。かっこいいですよ。生演奏かっこいいじゃないですか。ヘビーメタルライデンの生演奏があるんだな。え？はい、じゃあそういうわけで、わしさん、じゃあギターで挨拶してください。まだその、さまざまなさ、紆余曲折を得てさ、弦楽器に至ったっていうのをさ、簡潔に説明するとどんな感じなんですか？わしがなんでギターに行き着いたのかって話をしてくれよ。モテたいからだよ。おー、モテはもう根本がモテたいから。そうそう、だからあのユニコーンのコピーバンド超やってる。ユニコーンなんだ。そう、マジか。はい、だから例えばユニコーンやっていいね、ビブルやって。ビブル、あ、メビブルやって。メビブル、メあ、ビブルだっけ。そうだね、メビブルって。俺この前あのフラッピーで歌ったんだ。俺それそうや、歌ってました。大迷惑とかな。あー、そうなるほどね。わしの原点はじゃあユニコーンなんだな。わしの原点はユニコーンだってこと？まあ、じゃあ結構そのギターのテクニック的な部分の上達に、重要な要素だったのがユニコーンっていう感じ。ユニコーンからステップアップするって何なの？実はその僕、日大志向という大学第一高等学校って高校行ってたんだけど、これがね、めっちゃくちゃレベルの高い学校だと。その学校演奏、大学が、いや、高校がそれで、中学校の時にまあ適当にちょろちょろ弾いてたわけじゃない。それ童貞も卒業できて、いけてんなーって思ってたのに、セックスもやったんだな。セックスの話する？あとはセックスもやって、ね、当時の江東区って制服でホテル入っても突っ込まれなかった、そんなことねえだろ。いや、それはお前たまたまだよ。それはお前がたまたまバレなかったってだけで、学ラン来てラブホ行ったら捕まるよ。いや、やめなさいよ。本当にダメだよ。本当はたまたまわしは見つかんない、まあめんどくさいからいいけど、もうたまたま見つからなかったら、はい、続けて。
まりにもレベル高くて、うん、俺諦めちゃったんですよ。うん、周りがすごすぎちゃって。ああ、レベルが高くて。そう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 。こんなやつらばっかの中で、はい。ギター弾けますっていうのが、ああ、本当に恥ずかしくて。なるほど。ギター、俺ギターやれると思ってたのが、周りがもうギターやれるやつがいっぱいいるんだ。そう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 、本当そうだった。ギター勢ばっかりだ。もうね、今でもね、砂田君とかね。ああ。ああ、なるほどね。うん。で、本当にそれで、あ、もう諦めたとき、本当に打ち込みに傾倒してくる。ああ、そこにちょっと近いね、俺にね。逃げたんじゃないの、それ。逃げた。派手に逃げた。俺も逃げてた。なるほど。一回逃げるんだ、そう。そこで。逃げた。打ち込み系に行くんだ。そう、だからそれ、それっけ実は。演奏系より打ち込んで曲の幅を広げるんだな。それね、大学に入って、テクノ好きなやつらがさ、いろんな CD を貸してくれて、あとバカだから、うん、これでもできんじゃん。いやでもそれすげえわかるな。今のボカロ P と一緒じゃん。なんでも近いかもね。いや一緒でしょ、うん、絶対一緒だと思いますよ。流れとしては一緒かも、ね、うん、なんかだから一個楽器弾けりゃなんか一発変わるかなみたいな、ワンチャン俺あるかもみたいな、はいはいはい、要はそこだからね、うん、だからボカロの人たちもパソコン一台あってで音楽に傾倒してれば、うん、俺ワンチャンあるかもみたいな感じっていうのはすごいいいことだし、うん、うん、だからそれで本当にそっちの方に、うん、ギターの演奏、なるほどな、演奏をサボるんだな、じゃあわしは。え、演奏をサボるんだな、そっから。そう思いたきゃ思いやいい。じゃあさ、それがなんで今回ヘビーメタルライデンみたいな、そうだね、ギターを弾いてんのっつ話を聞くとですね、なんで弾こう、また改めて弾こうと思ったのかって話だよ。そしたらね、あのね、うん、みんなね、池田君がホーストっていうところでね、あー、かっこいい、弾きやがったのよ、そこなんなんだよって。あーなおね、池田くんの姿を見て、池田くんのギター音を聞いて、生演奏の、なおちゃんと音が出てる、うん、あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。あれ見て、俺ギター練習始めた。やべ、確かにね、コースト出るとは思ってなかった。池田さん出るんだ。俺が、うん、あ、そう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 、はい、だってほら、全然バンドもやってなかったし、まあ、そうそう、昔ギターやってるっていう話は聞いてたから、あ、まあ過去にやった人なんだったから、はい、だからギターで、ね、出るってなったじゃない。ちょっとね、驚きあったよね。あ、そうですか。うん、はい、ありがとうございます。それで、本当に2年前2年、3年前も、うん、俺でね、本当に練習し始めた。なるほど。あ、じゃあミノロックがきっかけになって練習したんだね。はい。なんかおかしいよね。じゃあいいんじゃない。まあ、いいんじゃない。だからその諦めてた中で。まあ、そのいろんな中でそういう、まあ、刺激があって、うん、俺もやるきっかけだよね、やったるわ、うん、って思ったってこと。そしたら、で結構その自分で始めて練習してる時に、うん、お客さんからなんだっけやってって言われたじゃん。あれで俺ギター弾いたんだよね、うん、で、この人が、あ、弾けるでバンドさせてくれる。あー、なるほどな。なるほどね。はいはいはい、はい、そういう経緯がやっぱあるんだね。そうそうそう、とりあえずね。うーん、やっぱだそれまでは本当にもう打ち込みしかやってない。あー、だからギターも
なんかそのサンプリング CD のネタを結局だからその打ち込みとさだから生の違いみたいなのってあるじゃない、うん、やっぱその生の方がいいのやっぱ、まあ、ケースバイケースですね、うん、例えばリアルなギターとかベースでも生が必ずいいとは限らなくて、うん打ち込みっぽい方がいい場合もあるし、例えば僕なんかまあシューティングゲームとか作ってるけど、まあ、ギターはしょうがないけど、例えばベースとかドラム、今だったら生演奏しようと思えばドラマーやっとったりとかできるんですけど、うん、なんか生演奏だとちょっと僕合わないかなって思う。そう、素朴な疑問でゴーさん聞きたいんですけど、そのシューティングゲームの音楽ってどこ気をつけてるんですか。どこを気をつけて、僕まずやっぱまあなんとかな、乗り重視ですよね。ずっと乗り続けられる。それはそのリズム体として気をつけてるの。まあまずそこですよね。やっぱり、うん、乗りを出すのは、まあ、あんまりこれって言えないんじゃない。言えないの。気を秘密すぎやるんで。いやそんなことないですよ。そう。うん、ただそのさ、あんじゃん。こうメロディーラインとリズム体。まあそうなんだよ。とこで。シューティングゲームってどっち重視なんですか。僕はリズムですね。あ、別にグルーブがいいとか悪いとかって話ではなくて、とりあえずそのなんだろう、テンション下がらないようにだけはしてあげる。わしさんってどっち、リズムとメロディーどっちが重要。メロディー、メロディーだからこうやってキャラが違うんだよね。違うね。え、格ゲーの場合はどう。格ゲーはね、やったことないのなんとも言えないですけど、僕、いやでもやっぱりあれかな、僕はやっぱりリズムですかね。格ゲーはね、効果音効果音、まあまあ、曲よりも効果音。あとかうとかそれ全然関係ない、ボイス。それバシンとか、あ、バシンとかバキンとか、あ、結構そうやってその、はい、まあ西部開発畑のゴーさんとサクセス畑のあのワシさんで違うんだよ。もうそろそろ次のバンドに行きますよ、はい、そうですね、で、ね、そうですね、あれ何なんだろうな。猫って書いてあるんだ。そうですね、猫なのかなんかよくわかんないんだけど。じゃあさ、豚だな。まあいろいろこう最後、まあ、話も尽きない感じなんですけど、坊さんとわしさんにね、じゃあ2月22日のライブの意気込み、じゃあそうだね、聞いて一言、じゃあ坊さんから。そうですね、まあヘビーターライダーはの方は、うん、まあいつものようにとりあえずやっぱりあの盛り上がり重視、はい、もう皆さんがこうもう踊って狂えるような、はい、まあ、ステージにしたいなと思っています。いいな。で、佐藤号バンドの方はやっぱちょっとヘビーメタライデンとは差別化して、こう、なんていうかな、こうちょっとわしの方でも黙ってもらっていいから、もうちょっと今話、郷さんがいい話してくれ。まあこう聴く音楽と乗る音楽っていうところで、こう佐藤五バンドは聴く音楽、来年はもう乗れる音楽っていうところをこうまあやって、なるほど、そこをこう感じてもらえればなと思ってます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ和紙さん、和紙さんお願いします。チューニングしてる和紙さん、チューニングしてる和紙さん、チューニング中の和紙さんに失礼します。いや、行くよ行くよ、うん、行くよ。いつだっけ。2月の22日です。いつだって、俺たちは本気だから。プレイステーション4の発売日じゃないか。そうですね。おー、やばいね。プレイステーション4でなんかやろうよ。サクセス参入するんですかみたいな、そういう事務的な話は。サクセスは参入しません。参入しないの。おー、ひよってんじゃないの、サクセス。大丈夫？すげーよ、金なんねんだよ。いや、まあ、確かに確かに。いやいや、でも、プレイステーション4いいですよ。シェアボタンがついてますから。もうシェア、もうな、もうとにかく何でもかんでもシェアすればいいんですよ。今、世の中的に。こういうこと言うから僕は、怒られちゃうんですよ。そうですね。気をつけます。まあじゃあ、はい、そんなこんなで2月2日東京ゲーム音楽ショー2014、いや、素晴らしい、何時から出るか知りませんけど、うん、ヘビーメタルライデン、いやー、いいね、佐藤剛、わしさまるさん、池田ミニロック、つるこぼかたし、川瀬立、しっかりライブやりたいと思いますんで、素晴らしい。チケット絶賛予約受付中ということで、受付中でございます。よかったらぜひ遊びに来てねということで、はいはい、ヘビーメタルライデン佐藤剛、わしさまるさん、はい、ゲストありがとうございました。ありがとうございました。あー、素晴らしい。ちょっとなんか最後かっこよく。
かっこよくなんか、かっこよくなんかジングルで、あーあーいいね、しまった、かっこいい、しまった、かっこいいよ。まあ、わしさとこうさんはやっぱ現役でバリバリで、なおかつね、あのレジェンドもいて、ね、その中でこうどうやって切り開いていくかっていうミュージシャン、あ、ミュージシャン、ゲームミュージックコンポーザーだと思うんで、今日だいぶいい話しましたよ、まあ、2人は今日はね、片鱗が見えたかなっていう気がする。マジ俺が童貞してる話したかったな。まあまあまあ、まあ、2回目、3回目絶対あの呼ばれますから。バットコネクション終わったらダラダラやりましょう。でも本当に22日は結構本気でみんなやるから来た方がいいと思う。ああ、そうだね。でも22日、だってまた俺エフェクターセット変えたからね。あまあその辺の話もしましょう。 ね、そうだね、サウンド面の話もあって、ね、もうだよ、もうどんだけお金かけてると思ってんだよ俺。まあまあまあ、まあ、だから僕ら目当てになんかあのチケット買ってくれた人にはもう最大限のね、うんね、結果をね見せたいかなと思うんで、はいはい、やっぱりそのみんな来てくれてるわけだから、うん、そういう人たちがやっぱ楽しかったね、面白かったね、よかったねって言って帰ってもらうのが僕たちの本当の幸せだから、うん、この放送毎月やるんで、毎月出てくださいよ。あ、もうぜひ、はい、まあ俺が言うのはあれだけど、うん、ね、毎月出てもらいたいね。じゃあライブの方、最後、はい、わしさまさんヘビーメタルで、うん、頑張りますんでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあの後でもう一回、はい、呼びます。また後で地面でです。地面で、じゃあ次は引き続いてバットコネクションの